これ苦労したでしょ。こんなログでもないのおいくらぐらいするんですか。ちょっとじゃあスイッチ入れさせてもらいますよ。スイッチアーケードよしマイクマン。大阪さん、まだこちらの本命ですね。びっくりギミック搭載のちょうど6体あるから3体ずつやりましょう、3体ずつやりましょう。スノーマン。あ、これそうか、これもコストあるんや。うん、まあでもコストは考えずに適当にじゃんけんで取ってやりましょう。まずお片付けね。片付けんの？ひどいな。広く使えるようにまずお片付けね。ひどいな。おいおい、もうちょっとアーケード楽しんでくれよ。アーケード。楽しくなってるやん、それ鳴らすことは。マヌファクチャードバイムーズガランドレチェレテヘン。これ誰かゲスト来た時にこれやってさ、めっちゃ強いやつ俺たち先に取ってさ、5点パンにするっていう遊びもありますよ。これはもうね、大体分かった強いの。コンパクトにまとまってて硬いやつが強い、うん、ただもうこの6体はめちゃめちゃ弱いから、うん、戦い的にはおもろい。これ高いやろ、こっちの方がギミックが違う。お、ほんまや、バネが入ってる。嘘でしょ、めっちゃ強いやん。そんな強くはない。じゃあ最初はグッじゃんけんほい。火にしよう俺。オッケー。そうなると新しいの使いたいな俺は。そうなるとこっち、こっちするか。あ、でも大阪さんいっぱい手ついたやつあるからな。こうにしよう。オッケー。僕が選んだポケモンはこちら。ポケモンって言わん方がいい。僕の選んだスーパーアケドーマンたちはこうだ。スノーマンを軸にして手一杯メカーマンと岩石男だ。僕の選んだアケドーマンはこちら。軸は溶岩男。溶岩男を軸にして、軸にして鎧マンドリラーです。なるほど、オッケー。やろう。どれが行く。俺は最初はロボット騎兵隊。そんな名前違ってる。俺はドリルマン。お、簡単な名前をつけやがったな。4つの腕しょ。ドリルマン。もう割れてるぞドリルマン。割れてる、どこ行くこと。ああ、オッケー。コスト10だぞこいつ。コスト9だこっちは。これ体力何倍やねん。8.85じゃないかな。え、体力8もあるの、うん、見てみ、8あるで。これ白熱したバトルになるぞ。行くぞ行くぜ。これこそ1回で割れへんからね。あいつはまず、おお、すげえ回る。いけいけ。うわぁ、いけ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 。よっしゃうわぁ、なんか猫ちゃん出てきた。かわいい顔してる猫ちゃん。脳みそ。脳みそ気持ち悪いね。見せんでええねん脳みそは。いや、今のは白熱した戦いやったな。猫ちゃんかぶります。ピョー。あ、ここにちゃんとほらついてる猫ちゃんの手形。ほら、どこ、ここ、見して見して。悪い見してくれよ。あ、ほんまほんま、胸ね胸ね胸ね。猫ね、減らせよ。猫きしめやるな。にゃにゃおにゃお、はい、にゃにゃお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 。わお、チャンスチャンスにゃおチャンス。こっち向け、ほねろ。やばい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 。よしよし、減らせよ。く
嘘にゃー、ゴーだ、ゴーゴにゃーか、これが脳みその顔ですわ。気持ち悪いにゃー。これがドリラーの本当の姿だ。こっちの方が盛り上がるな。盛り上がるな。さあ、どっちに転んでも最後の勝負にゃ。くい。やられた。脳みそ豆、気持ち悪い。先方、小野坂の勝利。にゃー。ちょっと時報にしよう、時報。時報どれ？僕ですよ。お、スノーマンです。軸が来た。もう雪にはマグマン。なに？雪にはマグマンだ。もそういった定説もございますが、マグマン体力10。あ、いや、スノーマン体力10。コーヒー4。コーヒー5。おお、2発死ぬ。俺3発当てなあかん。3発当てるうちに必ず勝ちますの。勝ちますの。痛いの。マグマン、さあ来い。マグマン、あ、すごい伸びる。すごいすごいすごい。やったー。強い強い。そう、強い強い。そいつ一番強い。そいつ一番強い。あの程度みんなずるい。あの程度みんなずるい。スノーマン、ここにいてもさ、当たってたよ。スノーマン猛烈に強い。マグマン怖いな。ほら気持ち悪い。あ、いい、あれ岩石なんや、うん、あれやな、あの、なんやったっ たっけ、アクマイザー3の。あ、そっちか。アクマイザー3のさ、なんやったっけ、アメリカの映画のあの3人いてるやつの岩のやつ、スーパー3みたいなやつ。え、スーパー3、あのファイヤーになるやつと、ファンタスティック4。ファンタスティック、そう、4やで、あれ。あれ、スイちゃん。ファンタスティック4やで、あれ。減らせよ。キュン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 。あと一撃でやってやるからな。そんな喋り方できたよ。勝ったら、勝ったらスノーマン、ちょっと喋り方変わったんじゃん、これ。勝ったらスノーマンは喋り方が変わるので有名なんだぜ。ね、これイエーイ、スノーマンに届けへんねん攻撃が。イエーイ、スノーマンもうちょっと話してこうやってたら勝つもんね。スノーマンは、あ、スノーマンの本当の顔でも戦って勝たんと見せられませんよ。スノーマンスノーマンの本当の顔お前は知らないだろ。おう。ヨロイマン、俺は石、俺はカブトガニだ。俺は鉄鎧マンだ。これこそもう殴り合いだな。同じ型使ってると思うか、多分。お、何を同じ型ってなんだ。同じ型使ってるから、これはもう行くぜ。行くぞ。よっしゃ。あっ、お前は4のダメージを食らえ。俺はこんな顔してるぜ。まるでオークのような顔。オーク、オークじゃない、オークだ。行くぞ。うい、よし。あ、内側も狙ってきやがったな。やー、5だ。お互いの鎧を交換しようか。お前の鎧は合わない。俺のお前の鎧はあったぞ。よし、来い。ちょっと待って、何や今の。何や今の。お前は俺に向かってきてしまったようだな。おっ、よし、おい、オッケー、4だ。あと2だ。よし、来い。
怖いもん。自滅野郎め。スノーマン。アーケード呼びましたか。あ、また勝った。フリーザよ。スノーじゃあいつフリーザよ。呼びましたか、私のこと。フリーザ来た。やばい。あなたですか、私の仲間をやったのは。神様、先祖戻しなさい、あなたの体力を。神様、先祖減らしなさい、5を減らしなさい、あなたは5を減らしなさい。このゲームってね、このゲームってこう胸のボタンを押すことによって分かれるんだけど、そうです、ね、この肩をこの伸びる手でガーンってやられて、その心臓で開いたのよ。違います。なんやねんそれ。胸を完全に殴っていました。今全然届いてんね、胸に。5を減らしなさい。あと一発や。スノーマン強いな。大会禁止のキャラです、それ。さあ来なさい。そんなもんですか。行きますよ。どっち先や、どっち先や。これは引き分け。どっち先や。5ずつ落としなさい。プワー、分かりましたか、私の強さを。だからもう取れたから、ちょっと顔見せてあげて。雪男みたいな顔でした。スノーマンずるいな。スノーマンめっちゃ強い。ほらここまでいけるの。じゃあスノーマン、これをじゃあ、はい、あれしますわ。これ何もしないで、うん、あのちょっと逃げて置いときますよ、こうやって、はい、そこま、そこで逃げていいんですか。これ最大逃げ。それでいいんですか、はい、本当に。ほらおかしいんだよ。おかしいの距離が。こいつだけここまで伸びますからね。めちゃくちゃ伸びるよね。ここまで伸びます。なんでこいつだけそのギミック持たせたの。これここまでいきますよ。このタイプが電化ゲーム語れへんで、それ大会しよう。大会使用禁止キャラやね、この雪男。マジでさ、これこんな強いとはな。えぐ。あ、でも旧世代やったら勝てんちゃう。旧世代やってみようか。旧世代の方が強いから。旧世代の強かったやつどれや。タテマン持ってこいよ、タテマン。ゴールドタテマン、うん、ゴールドタテマンやろうか。ゴールドタテマンと、さあ行きなさい。全く届きませんね。なるほど、もう旧世代はここ狙ったら一発やから、もう餌食や、全てが全てがここバーン当たるから。旧世代に一応見せる時が来たな。絶対に誰も私には叶いません。もう叩きすぎて指痛いね。絶対に叶いませんよ、私には。違う旧世代行くか。誰かもしもしも私とやって勝てる自信があるのならば、誰でもかかってきなさい。まずはこのガードを解ける人間がいるならば、人間じゃないアケドがいるならば。しょうがない、ね、へえ、あ、マイクマンだ。俺の出番だようだね。俺はマイクマン。あなたが旧世代では有名なマイクマンですね。そうだぜ。俺は一時チャンピオンになったこともある。なるほど。俺はお前を超えに来たぜ。果たして旧世代に私を倒せますかな。旧世代に私を倒せますかな。
あれめっちゃずるいな。いないんですか誰も。私に勝てる人間は。待ってくれよ。だけどが。待ってくれよ。誰です。ミスターベースボール。お、あなたの実力はまだ計り知れないと聞いていますよ。ミスター、俺にはヘルメットがあるから。その攻撃は効かないんだぜ。なるほど強そうですね。行くぜ。ストライク、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 ストライク。あーけどあなたはのホームランは夢に終わったようですね。いないのですか私に勝てる人間は。先生、先生お願いします。先生、先生とな。うん、俺が、俺の出番がとうとう来たようだな。あ、俺はミスターバイキング。ミスターバイキング、ミスターバイキング。あはい、終わりです。俺は時を巻き戻すことができる。あけどマジかよ。マスクを外すこともできないんですか。長いやついた。来ましたね。俺はトカゲ将軍。無敗の男ですね。俺はトカゲ将軍だ。オッケー。あなたのその武器は何ですか。これはツタだ。貴族性マイル。あとあなたはゴムをつけてた人で、あ、死んで、あなたはもう死んでいます。いや、参る、まだ参る。あなたはもう死んでいます。全然届かない。死んでいますよ。でもよかったな、こいつはちょっと光が見えた。これは硬いねやわ。ちょっともう一回来るのですか。いや、ゴムは、いや、ゴムはダメですよ。なんでや。絶対に終わらないからです。神の一手。神の一手ではないです。もう一度来なさい。行くぜ。こう見せといて。あ、そりゃあかんな。そいつに勝てるやつおらへんぞ。誰も勝てないんですか。俺がいるぜ。俺は今まで無敗の男、マグマン。マグマン、聞いたことがある。マグマン、俺がマグマンだ。マグマンとやら攻撃を見せてみなさい。あ、私の。私の仮面を取っただけでも大したものですよ。さすがマグマンや。もうこれ楽しいでしゃあないでしょ。これはもうめっちゃ強いです。めっちゃ強いです。これでも逆によ、手いっぱいついてるやつでさ、こういうやつ強いんじゃない。逆にやっぱキラーを作らなあかんね。キラーを、そいつ一人ガチやもん。だってそんな。 OK。どんな動きをするのですか。なるほど、ものすごい動きですね。ものすごい動きですね。わあ、私の仮面を剥がしただけでも大したものですよ。あと一歩やな。このノー、ノー前後のこれがさ、これが早い、これが早い。こう普通に攻撃して、ほら当たってないのに割れるもんね。いや、ここにね当たってんのよ。これ実はここの、この時にこれの遠心力攻撃が強いね、やっぱり。ほら。あー、おもろ。これおもろ言うてんの俺らだけやろな。
なんかおもろいやんなこれ。めっちゃおもろいやん。これ声優界で全然流行れへんやろな。え、みんなでやったら面白いね。1年に1回やったら楽しいよね。アケド大会。毎日やったらあれやけどさ。これさ、この雪男は禁止で。雪男はだから、最初出さんと、うん、あーどれにしようかなって言って、まあでもこう弱そうやけどこれだけもらっとくねって言うといて、うん、でこれで出しといて、で最後にうわーでも一番弱いやつしか残ってないわですね。で無双するってこと。でもじゃんけんで取れるかどうかわからんやん。いやこれはだから隠しといたらいいね。だギミックを言わなきゃいいんだよ最初。伸びるって、うん、伸びるって、うん、あと弱いって言えばいいね。弱いって言ったら多分取ると思う。これ弱いって言ったら取ると思う絶対。なんやねん声優って。割とグーがしっかりしてるやつの方が強いよこれって言っとけばいい。あ、そうか。そう、まあまあおすすめはグーがしっかりしてるか手がいっぱいあるやつかなって言うて、あ、これグーしっかりしてますねこれ。これはねやめといた方がいい。素人には無理。いや、グーちょっとしっかりしてるから。これはね、無理なんですよ。貸してください、それ。ダメです。それちょっと使ってみたいです。これはダメですね。今ちょっと伸びましたもんね。これ、お礼用やね。お礼用。ね、シャア専用ザクみたいな言い方すんな。これもう一種類ないの？なんか、スノーじゃなくて。ない。多分ないと思う。ちょっと探してみますよ、またじゃあ。それ強いな。強いな。禁止やで、それ。それはもうゴッドよ、ゴッド。これでもコスト11やね。ゴッドキャラよこれ。ほんまに強いねやな。コスト15でもええでそれ。1体しか選べへんっていう。さあということで小西くん、いやー白熱しましたね。アケドを持ってやってきましたけどもどうですか。いや面白いなアケド。やっぱりアケドほんまにこれ一緒に同レベルで遊んでくれる人がいたらおもろいね、うん、いる。みんな同レベルで遊んでくれないってことじゃ。くれないでしょうね。なんでよこんなおもろい。特に女子は絶対遊んでくれないですね、まあ、女子はやらないでしょこんなの。男子でしょ。ちょっとやばんみたいなことになっちゃう。寺島くんとかじゃない。寺島くんはやるかもしれない。寺島くんとかちょっと野島くんと寺島くん、まあ、野島くんは多分ねやってくれないと思う。やってくれへんかな、うん、寺島くんやってくれるんちゃうかな。でかすぎて入らんねん3体。3体並ばんねん。だから2体ずつなんでしょそれ。3体並ばんねんこれ。これでまああのアケドシリーズも遊んだんですけど、うん、なんかまた新シリーズが出たらいいですね。そうですね。またね新しいの欲しいですね、うん、アケドは。これあの基本的に何年ぐらい前から出てるもんなんですか。そしていつ流行ったんですか。分からん。いつ流行ったこれって。ほんまになんかやってる人いるんですか。海外でいるんじゃない。こんな面白いのにアケド。これもしかして僕たちだけじゃないですか面白いって言ってんの。多分日本ではほとんどいないでしょうね。だってあの検索に引っかからないわけだから。アケドがね、うん、やり方で引っかからないわけだからさ。ちょラムネおじさんが早めに前のアケド出してくれたら多分日本人の人買うんですよ。したらもっと安く手に入るのアケド。そうですよ。ラムネおじさんのせいですよこれは。だけどな、うん、不人気なの。そう不人気言うな。さあということで、はい、リングも見つかって、ああだけどもこれから新しいの入り次第頑張っていきたいと思いますので、はい、うん、ぜひだけどよろしくお願いします。しますよ。いよいよいよ10番にん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  TV。 明日もお仕事頑張ってね。バイバイ。片付けてます。